どうして矯正やろうと思ったんですか？歯並びが気になってて、で特にマウスピース矯正が気になります。マウスピース矯正はこれを使って矯正していくんですけれども、従来のワイヤーと違って取り外しができるので、お口の中のお手入れが簡単にできるっていう点がいい点だと思います。実は僕も今矯正装置つけてるんですよ。気がつきましたか？全然気づかなかったです。それぐらい目立たない装置なんです。なので見た目が気になる方でも始めやすい装置となっています。早速型取りしてみましょう。これからマウスピース矯正の型取りをします。当院ではアイテロを使うんですけど、アイテロはお口の中をスキャンするだけなので、早くできるっていう点と、オート反射がある人でも楽に型取りできる点が優れています。それでは始めましょう。これが先ほどのスキャンデータをもとに作ったシミュレーションになっています。で、まず見ていきますけれども、歯が動いていくことはシミュレーションを見て先に予測することができます。で、マウスピース矯正のメリットデメリットなんですけど、まずデメリットは、まず自分でしっかりとはめていただかないと計画通りに治らないっていう点があります。あとはつけている最中は、ジュース類とか砂糖が入っているものは飲んではいけないと思いますし、あと食べ物も、あとつけるってこともそうなんですけど、自己管理なくさないようにするっていうことが大事かなと思います。あとメリットとしては、まず目立たないっていうことと、あとはこの一番初めにシミュレーションを作ってマウスピースの枚数が分かるので、終わる時期がある程度把握できるっていう点があると思います。そうすればモチベーションも上がっていくと思いますので、しっかりとはめていただけるのかなと思います。こんにちは、漆原歯科矯正歯科クリニックの漆原です。矯正治療は決して期間が短かったりとか金額が安かったりするわけではありません。でも矯正治療を行うことでお口の中の健康が維持できたりとか、あとは素敵な笑顔になれること、一度しかない人生をそんな風に過ごせる、そこから得られる経験や価値は決して簡単に数字にできるものじゃないと思っています。また美しくいたいっていうのは人それぞれ基準や価値があると思いますが、それがお口の中の健康やひいては体の中の健康にもつながっていくと私は思っていますので、サポートできたら幸いです。人生100年っていう時代です。いつスタートしても遅くはありません。不安を一つ一つ解消していきますので、一緒に頑張っていきましょう。